ぐにゃぐにゃリブル。ぐにゃぐにゃマリサ。今回は自尊実況パート3でしよう。第2章、地下壕到達直後のセーブポイントからスタートなんだぜ。リブル、ちょっとはしごの方戻ってくれ。取ったのマリサさん。釜の位置調べたから先に取りに行こうぜ。途中はしごの先がなかったから飛び降りたけど、あの高さはもう届かないわ。もう戻れないみたいでしよう。そうか。なら仕方ないな。このまま先進んでくれ。前のセーブデータから始めることもできるよ。めんどいからいいぜ。この先は真っ暗だわ。明かりがないと、進むのは難しい。明かりが必要かー。セーブ部屋のどこかに照らすものないですかね。どこかに明かりになるものは、ないかしら？よかったー。照らすアイテムがそんないのどこかにあるパターンだったら積んでたよ。さすがに積むように作られてはないだろ。あ、これはいいものがあった。懐中電灯を手に入れた。懐中電灯発見。これがあれば先へ進めましゅね。だけど、これがないとわからないほど暗いのはちょっとなー。これから先がとてもとても不安で仕方がありません。怖がっててもしょうがないぜー。ちょ、これは暗すぎー。想像してた暗さと違うな。ここまで視界が悪いとは。なんでマリサさんはこんな状況でもヘラヘラしてられるの？あ、どっかの部屋入ってしまった。黒い塗料スプレーが落ちている。ここまで先に通せない状況でいろいろ探索するとか拷問でしょ。今は電気をつける目的が先決だ。お、どうやらこのステージはちゃんと電気つけられるっぽいぜ。先にブレーカー的なのを探すんだぜ。一生くらいわけではないっぽいね。ではちょっとずつ進んでいきましょう。こんな中座が出現したら絶望だな。恐ろしいこと言わないでマリサさん。他の部屋発見。袋とツルハシ？折れたツルハシが落ちている。袋の方は？フレコン袋に石が積み込まれている。フレコン袋って何？ググってみると、フレコンはフレキシブルコンテナバッグの略で、粉末や有常物の荷物を保管。これ？もしかして配電盤？でもレバーが抜けてて、電気を入れることはできない。どこかで探してこなきゃ。レバーの抜けた配電盤ありました。どっかで探さないといけないよ。なんでよりにもよってレバーだけ抜けてんのよ。私が説明してる時くらい進めないでくれよ。あ、ごめんちゃいでしゅ。なかなかうまくイベント間の尺取るの難しくて。って言ってたら新しい通路来ました。一体どこにレバーあるんですかねー。なるべく近くに落ちててほしいんでしゅがねー。ここまで暗いとさすがに複雑なエリアではないだろ。これで入り組んだマップだったら方向音痴には辛すぎるぜ。結構入り組んでません。二手に分かれてるよ。部屋の入り口もいくつかあるみたいだよ。これ以上入り組んでないことを祈ろうぜ。ここ入ってみましゅ。瓶が置いてあるけど、中は虫だらけね。瓶の中の虫さん、マップ構造を教えてくださいよ。あ、レバーのようなものが落ちている。あったよ。そうだ、これを持っていけば電源が入るわ。レバーを手に入れた。早速戻ろうぜ。え？電池切れそうじゃん。どうしよう。電気が切れそう。早く電気を供給しなきゃ。嘘でしょ。余計視界が悪くなってしまったよ。周りほとんど見えなくなっててくさ。ちょ、変な音聞こえるよ。まさか何かいる。何の音なのかよくわからないが、敵の可能性は高いかもな。ちょ、一瞬座が映ってなかった。明らかにいたよなさっき。ぬわーん、どうしているんだよ。なんで地下壕に入ったことがバレてんのよ。どこ行ってもバレるよな。配電盤だ。レバー使うよ。暗いから手探りでやらなきゃ。よし、入った。あとは手動で電源入れるだけね。手で電源入れましゅ。やっと明るくなったわ。でも、このブレーカー、レバー自体が重くて今にも下に落ちそう。仕方がない。もしまた電源が落ちるようなら、ここまで戻ってこよう。せっかく入れたのに、勝手に落ちることがある？あ、新しい電池が落ちている。さっきは電源に夢中で気づかなかったわ。よし、これでまた懐中電灯は使えるわ。この電池は最初明らかになかったよねー。実は誰か置いてったんじゃないの？ザガが暗闇でわざと置いたのかな？ザガさー。顔の面積広がってね。これは間違いなくザガが電池置いてったやつだよ。遊んでるよこいつ。早くどこか撃退ポイントもしくは隠れ場所を見つけるのぜ。このドラム缶は、うわー潰れたー。自分が罠にかかるパターンってあるんだな。ザガの方が拍子抜けするやつですやん。またレバー取って電気復旧からやり直し。次は自分が潰されないよう横からドラム缶のロープ切るよ。それだと入り口塞がるんじゃね？後で部屋の外出られるのかな？さすがにそのあたりは問題なくに入ってたー。ドラム缶意味なくてくさ。もしかしてザガが入ってきた後にドラム缶転がさないといけない？多分そうだろうな。ドラム缶で奴を潰さないとな。こんなの初見じゃ騙されるって。準備はいいよ来いよ。いいよ来いよ。手間でしゅ。ドラム缶くらえ。あれ？あいつの体が見えないんですけど。確かにどこにも見えないな。あ？びっくりした。地味にリアルな音。錆びていたせいか、少し触れただけで倒れてしまった。ちょっと触れただけで倒れるの禁止だよ。ザガを撃退した直後じゃなかったら音で気づかれてた
のとこ調べてみよ。壁に貼り付いている棚は、今にも外れそうだ。棚が外れそうみたいね。よく見たら棚の上に何かあるな。棚を修復して登ったら届きそうじゃないか。まさか手持ちのアイテムで。おお、トンカチで固定できるようでしゅ。やはりな、怪しいと思ったんだぜ。マリサさんが何も言わなかったらしばらくスルーしてたかも。これで棚を土台に登れるようになったわ。登って調べてみましょう。何か入っている。認可の種を手に入れた。認可で読み合ってる？珍しくググっても読み方出てこないんだよな。天認可なら見つかったから、とりあえず認可と読むことにするぜ。種ってことは、お化け畑で使うやつだよね。地下壕で使えるアイテムが入ってくれてたらよかったけど。まあゆっくりじっくり探索していこうぜ。一応座が撃退直後なのでセーブセーブ。次は橋渡った奥の方調べてみようか。ここで座が一瞬いたよねー。もしかして橋の下の水路、どこか外と繋がってたりするんでしょうか。右に鍵みたいなのあったぜ。先に左から順番に調べていきたいと思いましゅ。ここはレバーが落ちてた部屋だな。なんかズボンが落ちてましゅね。フレコン袋と木箱は特に何もなし。はぁ、あいつもう来るの。しかもズボン消えましたけど、ちょちょちょ動き早いって。もしかしてさっきのズボンはズボンじゃなくて、幽霊の下半身部分が見えてただけだったのかもな。まさか廃病棟の車椅子の部屋で一瞬映ったあれ的な存在だった。あ、ここ隠れ場所のようでしゅ。案外近くに隠れ場所あってよかったじゃないか。ほんとドラム缶からの復活早すぎる。はおい、赤いジャム吹き出してんぞ。どうやら外れくじ引いたみたいだよ。もう一回挑戦だぜ。もう一度ズボンのようなものを検証しましゅ。やっぱ近づいたら消えましゅね。おかわりいただけたら次行くぜ。隠れ場所のある部屋を調べていきましょう。これ、ザガに似てるね。なんだ、木の人形か。木の人形らしいでしゅね。あ、また来たよ。しまった。奴が来てる時は何も調べられないんでした。ちょっと一旦別のところを返してからさっきの部屋に戻りましょう。逃げながらいろいろ部屋見て回るのがいいかもな。この部屋はフレコン袋と、よくわからないぬいぐるみみたい時箱がありましゅ。奥の部屋は救急箱と、いろいろ調べられそうなオブジェクト多数。てか近いんだって。割と冷静に対処できているリグル。ってことはかなかったよ。しまった、切られた。通路狭いから回避しようがない。ああ。重傷になっちゃったらもう逃げられない。なるほど、そこまで複雑なマップではないようだぜ。隠れ場所は現時点で奥の通路の真ん中の部屋のみか。撃退ポイントは使用したドラム缶以外見当たらないから、なんとかして隠れ場所で回避するしかないだろうな。今回も結構死にましゅねー。改めてこの部屋から再度調べていこう。ぜ電気消えたよ。ブレーカー落ちたようだな。落ちるタイミング、ランダムかよ。茶色のスプレート用がある。あ、カーテン濡れるらしいよ。なるほど、カーテンを茶色くして壁に擬態させるんだな。そうしないと奴にバレるわけね。時間がかかっちゃったけど、これで壁を擬態できたわね。これでようやく安心して隠れられると。カップラーメンの空容器が落ちている。文明に取り残された村の割には、廃病棟に最新機器が導入されてたり、地下壕にカップ麺の容器が落ちてたりするんでしゅね。カップ麺に関しては、村の外から地下壕の工事しに来た大工さんが持ち込んだとか。あごおいおい、ジャム溢れすぎだぜ。ちょっとそれはないでしょ。ちゃんと壁に対したのにバレてたよ。これじゃ一生回避できないじゃん。落ち着け落ち着け。きっと悪い乱数引いただけか、まだ何かやってないことでもあるんだろうぜ。パート1の悪夢再びだよ。一旦壁を茶色塗料で擬態しましゅ。その後、乱数調整のため別の部屋で奴を待機しときましょう。これで何度やってもうまくいかないなら、塗料だけじゃダメってことになるな。うまくいきますように。戻る途中でミスって一回切られましたが、隠れ場所まで頑張って戻ってきたよ。お願いしましゅ。これで見逃してくださいな。とってもドキドキする瞬間だぜ。やっと助かった。これでやっとしばらくゆっくり探索できるな。完全ランダムに生死左右されるとか勘弁してよ。周回プレイするときに苦労しそう。あ、そういやこれ調べてない。ハケが落ちている。ただのハケでした。次にこのカードっぽいのは調べられないね。分厚い鉄の扉はびくともしない。カードに見えるのはカードリーダーかもな。どこかにカードキーでも落ちてる？とりあえずこの部屋調べていきましょう。フレコン袋はただのフレコン袋でした。ちょ、うるさいって。猿のおもちゃだ。非常にうるさい。さっきのでバレないよね。こっちはタイマー式の笑うおもちゃだ。いきなり笑うとかふざけんなよ。突然ぶっ込むのやめろ。さて、怪我でも直してから調べていきましょう。まずは手紙のようなものから。アンケート。村長を長男に継がせてもよい？賛成、10人。反対、30人。圧倒的に反対が多いでしゅね。村長の長男がこの呪いを復活させたんでしょうかね。ヘルメットが落ちている。ここの電源は供給されていないみたい。押しても意味がないわ。これで行ける場所は全部調べましたよね。そうだな。
これ以上奥へ進むには新しいアイテムでも必要だろうから、きっとどこかで見落としがあるはずだぜ。どこを見落としてるかわかんないぐるり。リグル、わかったかもだぜ。そこのフレコン、よく見てくれ。これがどうかしました？なんかこいつだけ形がおかしくないか？あ、そういや右側が出っ張ってますね。何かアイテム装備して調べれば進展がありそうな気がするぜ。わかりました。ちょっと試してみます。この袋、よく見ると他のと違って、なんか横が出っ張ってるわね。カッター装備して調べたら変わった。切れるようですね。瓦礫に混じって何か出てきた。緑のカードキーを手に入れた。これで先へ進めるな。マリサさんが気づかなかったら一生迷ってたかも。なかなか気づくのに時間かかったぜ。ほんと難しいよね。ドアが開いたわ。さあ、この先には何が。なんか特殊な床があるな。これ、なんでしょうね。やば、音鳴ってる。走り抜けるとまずそうだな。ここは歩いていくべきだな。さっきにほくらい音立てちゃったけど、バレてませんよねー。なんかいるんですけど。鍵がかかっていて開かない。箱の鍵探さないといけないね。人ではない、何かよくわからない生き物がいる。どんな生物か不明らしいでしゅね。この村は人形の化け物以外に謎生物もいるようでしゅ。さっきのやつ、後で脱出とかするかもな。考えたくもないでしゅね。地下壕の工事が中断した。ここから先の道は、磁気村長が指揮を取るようだ。工事はみるみる進んでいく。綺麗になるのはいいが、あんな危険な部屋まで作って、一体何に使うのか？電気落ちたよ。テキスト読んでる最中にガシャンって落としたが、読み終わった後に落ちるんだな。暗いと本当に探索しづらいよ。マジ勘弁。左側に何か字が書いてある。カードキーは箱の下に隠しておきます。どうやら新しいカードキーがまだあるようでしゅ。どこかの箱の下らしいでしゅね。ありとあらゆる木箱、調べまくろうぜ。奴が出てくる前に見つけたいでしゅねー。この部屋にはないかな？ないっぽいな、他を当たろうぜ。多分カードキーはこっちの方で使うのかな？ここで間違いないな。見つけたらここまで戻ってくるお仕事だぜ。では片っ端から箱調べるよ。おかしいでしゅね。全然カードキー見つからないんですが。これで全部の木箱調べましたよねー。確かにこれ以上の木箱はないよな。一体どこに見落としがあるやら。箱って木箱のことで合ってますよね。合ってると思うが。しかし、なぜ見つからないのか。迷ってる間にあいつ来てしまった。痛いよー。すぐ出ていこうとしたらダメだろ。そうでした。まあでも先ほどセーブしたばかりなので、このまま殺されてやり直した方が早いでしゅ。あ、箱ってまさか。え、マリサさん何かわかりました？認可のため入手した箱じゃね。ああ。それですか。盲点でしたね。調べてみようぜぜぜ。ぜぜぜって。小箱の下に何か貼り付いている。赤のカードキーを手に入れた。今回マリサさん、やけに冴えてますね。私のおかげで先進めてるな。詰まった時はマリサさんに全部任せればいいでしゅね。私だって一生詰むくらいわからなくなることがあるかもだろ。あちゃー、ミスった。慣れてきたな。痛い痛い超怖い逃げないと死ぬー。わざとらしいな。わざとじゃないよ、怖いんだよ。隠れ場所隠れ場所。詰まったこっちじゃない。道間違えんなよリグル。重傷になったら隠れるの間に合わないじゃん。赤いカードキー入手するところからやり直しやり直し。これ取った後に来るようなので、今度こそすぐ隠れるよ。あとは乱数で不幸を引かなければ大丈夫。ここでハズレを引くのがリグルクオリティ。不吉なこと言わないマリサさん。お願い見逃して。よしよし、運が良かったでしゅ。これで先へ進めます。なんでここで刺されないんだよ面白くないな。他の不幸で喜ぶなんて最低でしゅね。別に他人の不幸で喜んでるわけじゃないぜ。実況としては刺された方が面白かった。ただそれだけの話だぜ。また刺されて戻されるの精神的にきついから嫌でしゅよ。大丈夫大丈夫。動画では適度にカットしてあるから。動画カットしても私の労力変わんないでしょ。あ、セーブポイント。いい壺だ。壺ですぜ。灰殻が置かれている。上にレバーと絵画がありまし。先にセーブしときましょうかね。いやー、新しいセーブ見つけると安心しまし。電源、入れときましょう。本当に入った？わざわざ切る必要はない。入ってるな。不気味な絵が飾られている。顎外れてる？そういえば前に病棟で、額縁の裏がなんとかと書いてあったけど。あ、確かに書いてあるわ。どれどれ。魔力を持った杖の、破壊？星の間での栄翔？魔を封ずる黒水？もしかして、この元凶の杖を破壊できれば、あいつを倒すことになるのかな？呪文の文面も書かれてあるわ。忘れないようメモ書きに取っておこう。呪文をメモに書き写した。なんて呪文だったっけな、あれ。これを星の間ってとこで栄翔すればいいのね。でも、どこにあるんだろう？
マリサさん、何か心当たりでもあるんですか？呪文で封じるってところがモロクロックタワー2だぜ。そんな展開だったなって懐かしく感じてるんだが、なんて呪文だったか忘れたぜ。骸骨がいましゅよ。お前も骸骨になるなよ。襲って、来ないよね。人の骨が壁に打ち付けられている。いろんなアイテム使ってみようぜ。何かあるかもしれない。人骨調べまくってどうするってんですか。特に何も起こらなかったので先に行きましょう。何あれ？キュウリが落ちている。なんでこんなところにキュウリが落ちてるんでしょうか。あ、まさか、ここでクワガタに食べさせるパターンかも。なんでそんなに嫌そうな顔してんだ？普通に食わせればいいだろ。クワガタにキュウリ与えすぎたら下痢するよ。へえ、知らんかった。クワガタがキュウリを食べ始めた。下痢させたら何か変わるかな。あ、ごめんねクワガタちゃん。キュウリを食べたクワガタはすぐに動かなくなった。え？これ、もしかして毒が入っている？毒入りキュウリを手に入れた。なんでキュウリに毒入ってんの？唯一の味方だったクワガタちゃんが死んじゃったよ。お前が食わせたんだからな。でも食べさせる選択肢あったら食べさせるしかないじゃん。そんな、クワガタちゃんに毒見させて毒入りキュウリ入手するしかないなんて、かわいそうだよ。リグルは虫ホラゲでラーラーはめいてたから、虫妖怪のくせに虫嫌いなんだと思ってたぜ。虫ホラゲに出てくる虫はどう考えても普通じゃないでしょ。人間だってゾンビとか見たら怖がるのと同じだよ。へえ、そうだったんだな。人間の私からすれば普通の虫も化け物虫も同じかと思った。クワガタちゃんと化け物虫じゃ全然違うよ。鍵がかかっている。この部屋だけ何か違う雰囲気を感じる。一体中に何が？こっちはドアが自動ロックされていて開かないわ。こちら側は進めないようでしゅ。他に調べ残しは？あ、コインミッケ。よく見つけたなさっきの。たまたまでしゅよたまたま。もうジメジメしたような場所を通ることはないのかな？赤のカードキー使ってから一気に雰囲気変わったよな。ゴーって感じじゃなくなりましたよね。え？何？これ、嫌な予感しかしないんだけど。両側に針がびっしりと。これって間違いなく迫ってくるやつでしゅよねー。この赤いボタンは？何もないね。侵入者あり、侵入者あり、直ちに排除します。え？え？やっちまったようだぜ。ほら来た、すぐ出まっしゅ。嘘だ！閉じ込められた。串刺しにされたよー。何かしら罠に対処しないとな。あ、よく見たら、ここだけ穴開いてましゅね。コードが露出している。もしやカッターで切れるのでは。コードが罠に繋がってるかもな。ほら、切れるよ。あ、コードが切れるのと同時に、カッターの刃が折れてしまった。カッターの役目はここまでの模様。コードは切れている。罠の部屋へ行ってみようぜ。これで針を無効化できていればいいんでしゅが。あ、ランプが赤から青に変わってるよ。これで問題なく通過できるかな？うまくいきますように。電気が来てないから、扉は手で開けるしかないわ。う、重い。よい。ショット。本来は自動ドアなのかな？よく手でこじ開けられましゅね。セーブポイント発見。また雰囲気が変わったな。地下壕後半ってところでしょうかね。あ、トロッコがありましゅ。乗れるかな？トロッコが邪魔で、これ以上先に行けれない。上にレバーのないレバーあるな。これはトロッコを動かす装置かな？あいにくレバーがないので起動しない。今度は長いレバーが必要になるわね。何か代用できるものがあればいいんだけど。またどっかでレバー探さないといけないのね。怪しいのは鍵のかかった箱あたりかな？謎生物が閉じ込められてた場所か。あ、ここに何か書かれてるよ。何か書いてあるわ。これは。箱の暗証番号を覚えた。もしかして鍵じゃなくて暗証番号で開けるタイプの箱なんでしょうかね。早速戻って試してみようぜ。地味に遠いね。途中で座が出てきませんように。この部屋だったね。え？牢屋が開いてるな。まさか、脱出しちゃった？中はここだけのスペース。何もいない。これって絶対戻るときに謎生物に襲われるやつでしょ。楽しみだぜ。ここね、あの壁に書かれた暗証番号は。よし開いたわ。中には古い鉄製の棒が入っている。鉄製の棒を手に入れた。マリサさん、楽しみって何ですか？座外外の敵って今のところほとんどいないじゃないか。謎生物のお姿がどんなものなのかぜひ拝見したいぜ。姿を見る前に即セーブしますもんね。セーブくらいトロッコの近くの場所でいいじゃないか。そこまで戻る途中で謎生物もしくは座外に見つかったらやばいでしょうが。結局ここまで誰とも出くわさず戻ってこれました。何も起こらないのかよ。鉄製の棒を刺した。これでトロッコに乗れるね。よし、行こう。そろそろ地下壕クリアでしょうかね。クリアが近いなら、そろそろボス戦のはずだな。そっか。ボスがいるんでしたね。相手はザガなのか、それとも脱走した謎生物か。トロッコはここまでのようでしゅ。あのボタンは？ボタンを押すと閉まるな。開け閉めできますね。トロッコはもう動かない。
困った。どうやって戻ろう。後戻りできないんだってさ。これは間違いなくボスが近い気がする。何？この部屋。ダイナマイトか？ダイナマイトだ。裏に何か書いてある。17秒後に爆発します。ここから先は、まだ開通していなかったのね。ようやくこの村から出れると思ったのに。そこのレバーで起爆するみたいだけど、危なくて使いたくないわ。ここから先、道ができてないのか。でも戻るのも無理だよね。他のダイナマイトはどうだぜ？14秒後に爆発します。8秒後に爆発します。11秒後に爆発します。5秒後に爆発します。20秒後に爆発します。各ダイナマイトは爆発するまでの秒数が違うみたいね。左下のダイナマイトは5秒で一番短いね。おそらく一番秒数の長いダイナマイトから順番に引くんだろうな。でも今はレバー引けないからどうすんの。スガキヤー。スガキヤ？こんなとこにまで。カラカラを。頭が。これってダイナマイトでザガ吹っ飛ばさないといけないよね。5秒で爆発するやつだけレバー引いて閉じ込めるもん。やばいやばい、ザガ早いよー。5秒レバーだけ引かせてよー。よしよし引いてたよー。本当にこれだけで大丈夫か？爆発さえすれば周りのダイナマイトも巻き込まれました。閉じ込めるの忘れてた。ちょ爆発しちゃうって。急がないとミリカさんが爆発しちゃうって。おかしいな。もう5秒以上経ってるはずだが。多分ゲーム内の時間はリアル時間より遅いんだよ。あとはこれで待機してたら勝ちだもんね。壊される前に爆発してしまえ。それだけでうまくいくほど甘くはない気がするな。ちょ壊されたね。あ、顎切られてるが、大丈夫か？やはり秒数の長い方から順番に全部引かないと爆発してくれないっぽいでしゅね。まずは順番覚えないとだよ。リグル、このメモを見たまえ。これで順番わかりやすいだろ？あ、わざわざ矢印で示してくれてどうもでしゅ。順番が頭に入ったので行きましゅよ。最初は左上から。やばい、結構早いでしゅよこいつ。次は右下。私が思い描いたような動きさせてくれない。遠回りでもいいから落ち着いて引いていくのぜ。マーチガイザー、ぬべぬべ。最短距離で突っ走ろうなんて思うな。ザガのプレッシャー強すぎて誤操作しましゅ。次はうまくやるよ。一つ。二つ。危なっかしいな。マリカさん気が散る。すまんすまん。黙れって。リグルに黙れ言われた。うおー、全部引いたよー。部屋から出て閉じ込めるよー。これでザガは終わりだよー。爆発爆発。そうだ、ここに入れば。あ、そっか。爆風でトロッコが押し戻されれば戻れるね。このままダイナマイト地帯からおさらばするよー。ザガは今度こそ終わりだよー。マリサさん、ついにザガを粉々にしてやったよー。盛大に体打ちつけちゃったでしょこれ。めっちゃ痛そうなんだけど大丈夫かな。いった。骨折してない？大丈夫？奇跡ね。なんとか生きてるみたい。ついに勝ったよー。あの化け物は倒せたのかな。あれで生きてたら相当やばいでしゅよ。少し休んでから、行こう。さすがにさっきの衝撃食らった後ではきついよね。あ、ちょっと待って。休んでる間に謎生物に襲われたりしない？マリサさん、どう思います？あ、先に動かせるようになりましたね。無事でよかったー。崩れていて先に行けれない。慌てていたせいね。トロッコに乗る途中、いろいろ持ち物を落としてしまったわ。え、マジ？いろいろ持ち物落としちゃったって。どうやらカードキーがなくなってる感じかな？地下壕で必要だったアイテムのみなくなってるみたいね。さて、一応ここでセーブ分けておこっと。あとは謎生物に遭遇しないよう祈りつつ地下壕から出られれば。マリサさん。さっきから全然喋ってないでしゅが、どうしました？なんでそんな微妙に物がなしそうな顔してんの？え、いや、なんでもないぜ。お口上がったままでしゅよ。一体どうしたんですかね？だからなんでもないのぜ。ほんとかな？爆発のせいかドアが開かない。お、爆発に成功したんだな。おめでとさんだぜ。え、今気づいたの？本当に大丈夫なんですかね、マリサさん。いやー、どうやら別の考え事に集中しすぎてたようだぜ。今度から気をつけるぜ。別の考えに集中してただけでボス戦突破に気づかないなんてことあります？なんで気づかなかったんだろうな。私としたことが申し訳ないない。この部屋は相変わらず開かないね。あ。爆発でどこか電源が切れたのか、ここのドアが開くみたい。爆発のおかげで先に進めるようになってましたね。あ、はしごだ。はしごだ。どこに通じてるかわからないけど、地上に出れそうだ。ようやく地下壕から出られまし。次は第三章を目指して、また村を探索していく感じでしょうかね。ザガ倒したんなら、吊り橋の向こう行けるんじゃね？あ、確かにそうだね。早速向かってみましょうか。お、霧のいいセーブ。次のステージのセーブポイントで休憩にしようか。本当はここで休憩したい気持ちはあるけど、もうちょっと頑張りましょうかね。あ、人形寺じゃん。ここに通じてるとはね。うん、人形寺？
こんなところに繋がっているなんて。また振り出しに戻る。か。仕方がない、もう少し行けそうなところを探すか。もう少し行けそうなところって、マリサさんの言う通り吊り橋の先くらいだよね。あ、ちょっと。あれ何？こんなところに人の首ありましたっけ？前回寺から出るときに首あったぜ。そうだったんだ。寺出た瞬間座が出現したから確認してる暇なかった。では、お化け畑へ。あ、お化けかぼちゃ咲いてましゅ。お化けかぼちゃ。特徴、その茎で、どうやって頭支えてるの？頑丈な茎してましゅね。血だまりの種は芽が出ましたね。では、認可の種でも撒いて水やりましょうか。ゆっくり育つんでしゅよ。あ、そうだ。人玉から新しい情報でも聞けないかな？本編では稀に、行ってはいけない場所が発生するらしい。そこは、本来の敵も寄りつかない。自殺のスポットだから、深夜に行くのは本当に良くない場所。そんなランダム要素あるんだ。俺には俳句が好きな魂の親戚がいるんだ。別の人玉もいるってことか。雑談して恐怖を紛らわさないで、覚悟を決めて本編に行くんだな。やはり3回雑談すると本編に戻れ言われましゅね。では、吊り橋まで行ってみましょうか。人形寺。人形。寺。まだ行ってんのマリサさん。人形。寺。は？通る。寺。頭が。なんだ、いつもの発作か。まさかこの死体、ここで急に動いたりしないよね。よく見るとこの人形の手に何か握られている。100円手に入れた。お金ゲット。人形。あの屋敷で作られたものね。やっぱこれ人形だったのね。あ、今のタイミングちょうどいいな。リグル、肺病棟跡地から西へ抜けてくれ。え、どうしたんですかマリサさん。前回取り逃した釜が取れるかもぜ。ああ、そっちじゃないそっちじゃない。一瞬西がわからなくなるところだった。まだ東西混乱するのかリグルは。あ、柱ってこれ？お、勝手に気づいてくれて何よりだぜ。柱に何か立てかけてある。釜を手に入れた。前回取り逃した釜がちゃんと入手できました。これがあれば道塞いで怠惰置かれるかも。ここでしゅね。釜で、ここの枝切れないかな？前回残ってた疑問が解消されましゅね。よかったよかった。どこへ繋がってるのかな？歯が欠けて使い物にならなくなってしまった。でもなんとか通れるくらいにはなったわ。暗くて、少し狭い道だけど。これも仕方がないわね。あらあら、釜が早速なくなっちゃった。枝の先はなんと横スクロールでしゅね。かなり暗い林だよ。私は動画で見てるから、ここは知ってるのぜ。この先に何があります？ああ？何々急に変な音が。ただのカラスだぜ。化け物じゃないから安心しろ。お、驚かさないでよカラスさん。あ、ここは。こんなところに繋がっていたのね。ショートカット開通するだけなのね。この道通れるようにしておけば座の対処が楽になってたってことでしょうか。ではセーブして吊り橋に向かってみましょう。吊り橋前の民家は鍵かかったまま。では今回こそ通り抜けられるよう祈りましゅ。座がのやつ、まだ生きてましたー。なんてやめてね。案外生きてそうな気はするんだよな。はい、ついに渡りきれました。セーブポイントがありますが、まだ第2章には入ってないので続けましゅ。では入ってみましょうか。門が開いている。覚悟を決めていきましゅ。うわ。なんというか。豪華なお庭でしゅねー。この村のお屋敷なんでしょうか。左には行けない。右にも行けない。真ん中の泉も調べられないので、先へ進んでいきましょう。ここで行けるとこは最後ね。え、もうラストなの？第3章で最後なんだな。じゃあクリアまでもう少しってところか。でもエンディングも多いから、まだまだ先は長いか。ファイナルステージは時計塔とのことでしゅ。ではセーブポイント見つけて一旦休憩だな。地下壕みたいにすぐ見つかればいいな。さすがに近くにあるだろ。うわ。両端に西洋の騎士の鎧がたくさん。調べても特になんもないか。ミリカさんが何かに気づいたっぽい。まさか。さっきから何の音だろう。村長の息子でもいるんでしょうか。誰かいる。生きてたよー。ぬべ顔が歪むほどショック受けてるな。ちょっと、こんなのないでしょ。あれだけの大爆発に巻き込まれといてなぜ生きてんのよ。セーブしたかったのにどうしてしょっぱなから追いかけられないといけないのよ。リブル、とにかく落ち着いて隠れ場所過激隊ポイント探せ。探してるっつーの。一体どこ行けば助かるのー。てかあいつよく見たら武器片手だけになってるよ。どうやら爆発で片腕吹っ飛んだらしいな。やばい行き止まり。あ、これは。鍋を手に取った。これは撃退用鍋。撃退用鍋なんてものはないだろ。まあでも中身ぶちまければダメージは負わせられるだろう。これでも食らえ。人だったら全身大やけど案件だよー。だ。助かったね。セーブ探さなきゃ。何の料理で出た気だろう。誰かがここで料理してたっぽいね。水道は使えそうだ。
水道が使えるってことは、いずれ何かしらのアイテムをここで使うことになるかな？美味しそうなスープが置いてある。さっきまで誰か食べてた？ザガガと系統内に侵入してきたから逃げたのかな？まあとにかく、今はセーブポイントが欲しいんでしゅ。どこにあるんですかマリサさん。私だって知らねえよ。とにかく探すしかないだろ。ふえん。下手したらセーブできずに殺されるかも。すぐ見つかるだろどうせ。柳の枝。てか、この時計塔。クロックタワー2で出てきた城の内部と酷似してるな。そんなに似てるの？最初の大広間の時点から似てたぜ。ラストは最終ステージのオマージュときた。よーしーのーやー。今度は吉野家か。どうして突然首が落ちてくるのよ。心臓えぐれるって。えぐれるのかよ。普通のトイレだ。あれ？この首。人形寺の屋根に落ちてたのと一緒じゃ。ザガがわざわざ持ってきたのか？ひどく疲れた顔だわ。この鏡、後々何かありそうな気がするような気がしないまでもない。わかりづらい言い回しすな。棒が置かれてある。撃退に使えましゅね。この鶏は？首に何かつけているわね。あ、鍵つけてるんだってさ。もらいましょう。よいしょっと。鹿の鍵を手に入れた。いった。くちばしでつついてきた。ああ、手血出ちゃった。あらあら、ちょっとした災難。どうして鶏に鍵つけられてたのか謎ですが、まあいいでしょう。てか、急に走れなくなった？一体どうして？ドアを開ける力が入らない。え？どういうこと？もしかして鶏のせいか？絶対あの鳥、何か仕組まれてそうだな。か。体が、動か、な、い。嘘でしょ。な、ぜ。まさか動けなくして捕まえる作戦、死にイベントではないよねー。リグル落ち着け。どうして鶏なんかに殺されなきゃいけないのよ。また門のとこからやり直しじゃん。よ、普通に大広間にセーブポイントあるやん。どうしてくれんのよ。やっぱ近くにあったな。大広間入ってすぐ右行っちゃったから気づけなかっただけなのか。いろいろ面倒なことをせましたが、ようやく休憩できましゅ。リグル、最後に鶏の部屋行こうぜ。一箇所調べ損ねた場所あっただろ。そういや壁に何かありましたね。それ読んで終わりにしましょう。注意、鶏のくちばしに罰をバツってあります。毒塗られてたんかい。髪が古くて、ところどころ文字が見えないわね。鶏のくちばしに毒塗るなんて普通気づかないよ。まあそんなことだろうと思ったぜ。疑問が晴れたし、ここで休憩としようぜ。最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。